ヘンリク・ボイチフ・カスペルチャクは、ポーランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは MF。ポーランド代表として2度のワールドカップに出場。1976年モントリオールオリンピックでは、銀メダル獲得に貢献するなど国際 A マッチ61試合出場5得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、主に、 フランス国内のクラブやアフリカのナショナルチームの監督を歴任した。2006年5月からはセネガル代表監督に就任したが、2008年に行われたアフリカネーションズカップでの敗退を受け辞任をした。2008年9月16日、グールニクザブジェの監督に就任したが、リーグ戦での成績不振により二部降格が決まると、2009年4月3日に監督を辞任した。 フランス語圏で多くの監督業を経験しているためか、フランス語に堪能。ありがとうございます。